いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり第1段階の文献調査を受け入れた佐賀県の玄海町で今日原子力との共存について考える意見交換会が開かれました玄海町長や海外の有識者が出席し原発が立地する自治体の成果や課題を共有しましまた今日佐賀県玄海町で開かれた意見交換会には脇山慎太郎町長のほか フィンランンラドドやアアメリカ、カインドネシアなど11カ国の有識者らが参加しましまた。原子力発電を行っていない東南アジアの国々に原発が立地する自治体の成果や課題を共有することで将来的な導入を検討する際の参考にしてもらおうと開かれたものです原会長は成果として原発関連で働く人た,ちに向け人たち向けにサービス業が新たに生まれることを挙げ 課題としては農業や漁業への風評被害を打開するのが難しいことを挙げました原海長の脇山町長は今月10日原発から出る核のごみの最終処分場の選定をめぐり第1段階となる文献調査の受け入れを表明しました経済産業省には昨日文献調査に応じるとの文書が原海長から届いたということです